ちは三国ヶ丘駅です。 JR と南海電鉄、南海線、高野線が乗り入れている駅だそうです。ちょっとね、また予定を失敗しまして、やりたいことが2つぐらいできなくなりました。降りちゃったんでね、せっかくなんで、あと13分くらいあります。見ていきたいと思います。あと10区間回数、いや13分、やっぱり電車のことが全然分かってないので、種別とかも分かんないんですよね。何がどこに何を、何が止まるって全く分かんない。ここ結構いっぱいあるね。あ、こっちにすればよかった。なんかいろいろあるよ。あ、なんかちょっと悔しい。ファミマで適当なお惣菜を買ってしまいました。100円ショップもある、すごい。ミーツ知ってますよ。あ、でこれが反対側口ですね。なんか南海線の方が強くないか。寒い寒い、ね、寒い。N クラスという駅ビルになるんですかね。お、そう、堺市めっちゃ古墳が多くて、地図で見ると本当なんかね、昔昔っていうの思い出しますよ。思い出させられますよ。なんかもうすぐじゃん、古墳。これ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 で、ほらちっちゃいのもね。私古墳の形、私あんまり好きじゃなくてすごっ、与謝野晶子ほらいっぱいある。堺市がこんな感じなんですね。へ、こんなに、そう、区があるんだよね。南区もなんかここは森感がありますけれども、西区が確か大鳥、そうですね、大鳥地区の上野芝。南海線、羽衣は高石市なんだ。全然行っちゃったけど、でこの川を渡るともう大阪市なんですよね。南海線の駅めちゃくちゃある。阪海線か、あのオレンジのやつ。まあこんな電気でございます。何が来たんだ、和歌山方面の電車が来ましたね。あ、またオレンジの自販機といえば、多分あれは金券のやつですね。何階が先に来てるから、この建物が何階だから。いやー、寝坊しましたね普通に。いや帰れますけど、普通に寝坊した。起きたら11時だぞって言われて、あ、マジか。いや朝8時に起きるっていうから、自然と起きると思って目覚ましかけなかったんですよそしたら11時。いやでもね、この3日間ぐらい私基本的にあんま寝てないので、まあゆっくりした休息になりました。でここが南海線の乗り場ということです。焼き芋、ラーメン、伊勢屋。あんまりめぼしいものが何これ、屋上広場、三国、屋上公園三国広場ということで、ちょっとあと5分なんて行けませんが、あるんですね、そんなものが。
ちだ。何これ。18切符を見せたんですけれども、日付が見えないようで、メガネを外して遠くやったり近くやったりと、そういう人をちょっとやめてください。時間かかりますよ。さて、14時15分発の西九条大阪方面の関数のなんかに乗ります。あのね、ここは基本的に空いてないと思うので、もう諦めてますよ。座れないと思います。座れるとは思っていない。奇襲快速、関空快速は堺市、天王寺、新今宮、大正、弁天町、西九条、福島、大阪、大阪から各駅です、という、ね、非常に関東人にはわからない説明となっています。でもこれ適当に乗ってたらね、大変なことになるやつですよね。山手線みたいな話。こちら乗ります。空いてないね、やっぱりいっぱいよ。なんでなんだろう、全然電車が、ね、出てこないんだよね。なんで、いいよな。はい、では乗りましょう。